男性30代ですね北。北口さん。横田先生、いつも YouTube で楽しく拝見しています。質問です。配信者はたとえ登録者数がそれなりにいたとしてもすぐに消えてしまうのはなぜでしょうかあー 登録者数ね、100万人、200万人超えの YouTuber の人でも辞めちゃう人いますよね。おそらく配信やそれにまつわる収益で生活していると思われる知名度の高い人でもかなりの数がその配信活動を辞めてるのを目にします。最近ね、目にするようになりました。多分ね、これまでもいっぱいいたんですけども、YouTuber の配信者って別にこれまでニュースにならなかったけど、まあ、最近ニュースになるようになったからでしょうね。しかし、芸能人はそうではありません。 芸能人は叩かれて叩かれて炎上して炎上してメンタルを病んだからといってすぐにやめたりしません。悪いことをしても芸能人として居座ってる人がたくさんいます。この差は一体何でしょうか最近は配信者の活動の幅が広がりプロとアマチュアの戦費がかなり曖昧になってきたと思います。ですが配信に関わる人の精神、えー、特性にプロとしての気概がないからやめてしまう。もしくはケアする体制がふんふんうんくんの岡田先生の意見を聞かせてください。まずね、 基本的に僕はあの芸能界っていうのはヤクザの世界だと思ってるんですね。ヤクザの世界っていうのはどういうことかっていうと、まともな精神ではやってられない世界だと思ってるんですよ。で、ただですね、ヤクザは3日やったらやめられないという格言があるんですけども、芸能界もそうなんですね。3日やったらやめられないんです。芸能人になっちゃったらやめられないんで、 だからあの芸能人の人たちっていうのは芸能界の人たちっていうのは一般人という言い方するんですね。一般の方とか一般人という言い方するんでですね。その特権的な場所に自分が入れると思ってるんですよ。ユーチューバーって面白いことにそれがあんまりないんですよね。特権意識があんまりないんですよ。特権意識じゃなくてマウントのみがあるんですよ。マウントのみがあるので成果主義なんですよね。実力主義じゃないんですよ。 俺はこんなに面白いではなくて俺はこんなに配信あの登録者が多いとかですね登録者数何万人だとか俺はこんなに稼いでるとかですね俺はこんなもん家に住んでるとか俺はこんなものを身につけてるってうですね成果主義なんですユーチューバーは。芸能人っっててて僕知ってる限りりそうじゃなくてあんまり成果主義の人いないいんですねっていうのはクリエイティブな世界においては売れる売れないっていうのは運の問題であってあと芸能人の人って仕事をもらう立場だから 基本的には、もらう立場の人の人考え方すするんですよ <laughs> なので成果主義にならならいんですねだから芸能人の人っていうのはいくら叩かれても芸能人が一番美味しくて楽な生き方だと知ってるからやめないんですね叩かれても叩かれてもそれに対してですね配信 YouTuber の人はなんでやめるのかっていうと成果主義だから逆に言えばその成果がつまらなくなったらつまり月に何百万円もらおうが 疲れちゃったら辞めるんですよ。貯金があるから、その他で食っていけるからという理由がいろいろあるんでしょうけども、別にユーチューバーであること自身が美味しくないんですね。芸能人と違って。楽な部分、楽しい部分っていうのは、そんなに楽に金を稼げる部分にしかないんですよ。芸能界みたいに、芸能界として芸能人としているだけで、こんなに世間からチヤホヤされて特別扱いされて、 おまけにその芸能村の中で、俺たちは芸能人だ、あいつら一般人だっていうような、あの感覚が存在しないので、みんな気軽にやめていくわけですねということで,ですね。まあ、その辺が理由だと思います。ライター、物書きの人っていますよね。まあ、出版社から依頼を受けて、本書いたり、週刊誌に原稿を書いたりするような人ですね。で、そういうふうな人の中でも、テレビに出て発言する人もいればですね。テレビとかに出ない人もいる。つまり、タレント、言論タレントですね。 あのライタータレントになっちゃう人とならない人というのがいるでそれはやっぱりどこが違うのかっていうと僕がやっぱりテレビに出て話すのはネガティブなことを言いながらもテレビという仕掛けが子どもの頃から本当に好きだったから出るのが楽しいですしスタッフさんの動きを見てるとまああなんか勉強になるなというふうに思うと。で自分の発言がパーッと電波に乗って飛んでいっていろんな人が受け取っていく。 くくるるののを見たら、あ本を書くよりは、拡散力っていうのが広める力ですね。拡散力。なんでこんなことを言うのかって「拡散力」って頭の中で俺の中で一回変換されたら、ス助さん」「拡散でなんかこう拡散力で出てきちゃったからまあ一時断ったんですけどもまあまあ拡散力がものすごくあるのでそういうのが好きな人はあの、まあ、出た方がいいと思うんですけども芸能人になるならないで言うと自分の見た目で食っていくっていうのは ある種女の子としてはですねそれは野球選手になるとかと同じようにもう何年かしか食えないのが分かっていて自分の若い頃をそれに全部使って乗っかっていって年取ってからも、まあ、例外的に千秋みたいにいつまでも食えるような人もいるんだけどもほとんどがもうなんだろうな使い捨てみたいなものにされてっていうところに入っていくから。 やっぱりそのなんでしょう、ね、IT 社長と知り合いになりたくて六本木の変なパーティーを渡り歩いてるミニスカの姉ちゃんとかですねラスベガスで、えー、高級な男に何か声かけられてあわやくば本命になろうとしているボディコンの金髪姉ちゃんとかですねその辺の人らとそんなに本質的に変わるわけではないとまあ悪いかとすればですよ。 本のライターの中でも僕みたいにそのテレビに出て自分の発言っていうのをちゃんと説明できなくても大げさに言うんであっても目立ちたい人もいればいや自分の本あちゃんと真面目に読んでほしいって言ってだからそ,んなそれはモデル業っていうのがすごく好きだからそのテレビとかに出たくありませんっていう人もいるし私は演技が好きだからテレビとかには出たくありませんっていう女優さんもいる。 つまり何かね、こう一言で芸能人になる女性とそうでない女性というのは。書いてますけれども、役者さんとタレントさん。芸能人というのは、僕は別の人種だと見てて、役者さんは役者さんで嫌なやつが多い。ですね。で、芸能人は芸能人で腐ったやつが多いんです。だから腐った女に会いたければ。芸能界にいた方がいいし。 くくさくて、嫌な女にに会いいいいいたけければ、ば役者業界に行けばいいとといとうことだと思いますね。じゃあまともな女はって言ったらそれはもうそういう世界に行く前に捕まえて一生懸命行かないように説得するというのが正しいと思うんですけど <laughs> いて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 ベッキーも腐った女なのうん具体名で出されるとね別に不倫してなくても不倫してても。 あのベッキーを含めてベッキーのことをごちゃごちゃ言ってるやつも全員腐ってると思うんですけどもね <laughs> あのそれはテレビに出てる秒数でその人間の腐り方が決まると相変わらず僕はあのずっと思ってるからそれは言いますけどもなゲス」っていう表現とも違うなな何でしょうねこのちゃんともうちょっと説明して「えそうだったのかベッキー好きだったんだ」あ「あえベッキー好きだったとベッキー腐ってる」は両立しませんか あのそれは綾瀬はるか今コメントで綾瀬はるかって流れたから綾瀬はるかであろうと石原さとみであろうとベッキーであろうと腐ってようと見た目がいいから僕らは好きなんですよね本人の性格なんかどうでもよくてそしてその性格が悪いのを隠している演技性も含めて 女って本質的にそうかもしれないとか人間って本質的にそうなのかもしれないっていう僕らのの心が動くかから、ら誰かのファンになるわけですよね。で僕ら自身も自分の内面が腐ってるかどうかもわかんないじゃないですかどんな人間も内面に腐ってる部分があってその内面の腐ってる部分を例えばそのネットでんだろうなとあの匿名の書き込みをするように晴らす人もいればそれを抑える人もいれば晴らし方は様々なんだけど自分の腐った部分っていうのの飼い鳴らし方をしていると。 でも芸能界みたいな世界に行くとその自分の腐った部分っていうのは逆に言えばある時使った方がいい場合もある使った方がいいというのはなんかそんな変な意味じゃなくてベッキーが叩かれ出した時はベッキーの用語をしてベッキーが明らかに不利だと分かったら一緒になって叩くような人ですよね。そういうのは僕は だからあのそういうそんなことをする人は性根が腐ってると言うんじゃないんですよ。で僕らはそういう性根が腐ってることをばれないようにとかですねもしくは自分自身でも腐ってると思いたくないからこそちゃんと自分を律して行動してるんですけども芸能人っていうのは。 腐ってないいななと生き残れない部分があるわけですね。例えばそのベッキーいい子だから擁護しようと思っていつまでも擁護してると本当に何か自分まで不利になっちゃうので風向きが変わったと思ったら自分の信念とかをコロッと変えて叩いた方がいいと思うから大部分の芸能人さんはそういうふうにしてらっしゃるわけでですね、まあ、そこら辺あるんでですねよく最近本当にネットニュースとかで流れるゲスとかですねあの腐ったっていうのはですねもう。 みんな、何をかまととぶってるのとか思うんですけどもね。<laughs> 腐ってないのはいない程度問題。岡田さんとベッキー比べたらどうですかベッキーの方が、仕事には真剣だと思いますよ。僕の方は、どうなんだろう僕は腐ってるんじゃなくて、僕は異常なんですよ。<laughs> ここはちょっと踏み違えないでほしい。多分ベッキーは常識があって、でも常識外の恋愛をして、 でそのことと、とを隠してるとパブリックイメージとのがあると。このパブリックイメージとの齟齬というか違った部分をみんなにゲスというふうに言われるだけでですね僕の場合はですねその感覚とかそこら辺がちょっと普通の人とずれているところがあるので出なかったらですねちゃんと大学行ってますって僕あのー、なんだろうな大学も行かずにですね あと、まともな就職もせずにですね何だろういきなりアニメスタジオを作ったり、ね、アニメスタジオをやめたりとかしませんって普通の人間はそういうふうな意味では感覚がずれてるだけだと言えますでベッキーは性格はきついだろうしプロ意識はすごくあるんだろうけどもバレちゃまずい恋愛をしてバレたっていうまあその辺りだけの差だと思うんですけどねはいえー、あなまた芸能関係だ おお岡田さんは芸能人の付き合ったことありますか？芸能人になる女性と普通の女性って何か違うあるのでしょうか？これまた似たような質問ですね。芸能人と付き合ったことはありますか？とね、芸能人と付き合っていることは付き合ったことはあることはあるんですけども、その芸能人以外の腐った女っていうのも世の中にいますよね。<laughs> <laughs> なので。 その意味ではそんなに変わらないんですけどもん、その人がどれぐらいメジャーで売れてるかとどれぐらい根性を挫いているのかというのはあんまりねその相関関係がないですね。あのそっちに入っちゃう人っていうのはやっぱり全部共通的に共通してなんだろうさっきも言いました通り自分の美貌とか見た目で どうやってもその格闘家男性でいうと格闘家と似ちゃってるような感じがするんですねつまり男性の格闘家も自分の肉体だけが頼りでで、えー、稼げるのがいつまであるのか分かんないで早いことを団体みたいなものを主催したいというふうに思うのでどうやっても生き急ぐような感じになるんですよ。この生き急ぎ方が堅気じゃないこの価値観というのを作るんですけども。 女性の芸能人もです、ね、僕が知ってる限り、そり売れてる人すごく売れてる人から全然売れてない人までを並べて見てみるとそれぞれのさっ,きもさっき話した意味の腐り方っていうのには、そんなに差がないんですよ。そんんななに差がいんですけどもなんか共通点としてあなんかちょっと普通じゃないやっぱ考え方してるなっていうのはありますね。